松新地よくそどもあつさどうです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ついにこの時期がやってまいりました。それは何かというと、カワハギ。まあ、カワハギって1年通して美味しく食べれる魚ではあるんですけれども、うん、はい、まあね、やっぱね、なんかね、スーパーとか並ぶのこの時期からなんですよね、結局。なんで、まあ、ようやく食べれる時期になったなということで、はい、今日は、はい、カワハギを食べたいと思います。イエーイ、カワハギ。よいしょ。ということで、今回、じゃーん、結構でかい、巨大なサイズ、これ、本カワハギでございます。前さばいた時はね、ウマスラハギかな、はい、をさばいたと思うんですけど、今回はもう本カワハギといってガチモンの混じりっけなしの、はい、カワハギ、こちらを、2尾買ってきたので、さば、いていこうかなと思います、はい。果たして肝とかは入ってるのかな、あ、ちょっとね、期待がありますけれども、はい、はい、ちゃんと食べれる肝が入ってくれたら嬉しいなということで、さばいていきます。じゃん。はい、じゃあね、サクッと、僕がさばいていきたいと思いまーす。で、まあどうなんだろうな、ちょっと鮮度とかもどんなもんなのかよくわかんないけど、なんか締めた跡がないんだよな、普通ここら辺にね、なんか締めた跡っていうかあるんだけど、ちょどういう締め方してるのかわかんないんだよな。でもな、なんかエラは全部抜いてありそうだから、あ、エラは抜いてないのか。じゃあまあ普通にさばいていきたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、まあカワハギはね、とりあえずここの頭のところこうまず切っちゃう。よいしょ。よし、背骨あたりを切ったら、あとはね、これもうビビビビビッと外します。よいしょ。おお、肝では、いや、肝これさ、待って、これ血だらけじゃね。よいしょ。いや、どうすかこれ、なんか微妙だなこれ。微妙だなこれ、なんだこれ。なんか良くなさそう、ちょっと良くなさそうだな。もう一匹もう見てみないとわかんないけど、いやー、ちょっと血抜きかな、ちょっとおざなりというか、おざなり、なんかちょっとね、しっかり処理されてない感じがやっぱありますね、ちょっと今までさばいてきた感じで言うと。とりあえずじゃあこれちょっとカワハギ、皮剥いでいこうかなと思います、はい。あ、そっか、そうだ、そのまま剥げるんだ。そう、適当に切れ目入れて、うわ、一番気持ちいい瞬間、剥ぎます。おお、おーい、いいね。おお、音が気持ち、あー気持ちいい。本カワハギはね、俺は、はい、今までさばいたことないんですけど、うんうん、すごいやっぱ皮は剥ぎやすいね、やっぱね。なんか買う時からね、若干状態良くないなと思いながら買ってはいるんですよね、うん。そう、まあしょうがないっちゃしょうがないんだけど、こっちはどうだろうな、1匹目こういう感じでさ、締められてるカワハギとかだと割と鮮度がね良かったりするんだけど、今回なかったんだよね、この締められた跡が。怪しい。そう、ちゃんと処理がされてなかったのかなって感じだけど、こっちはどうでしょうか。おお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 お、綺麗。あ、綺麗では。こっちはありかもしれないな。でもどうだろうな。いや、微妙かも。色悪い。色悪い。あ、いや、微妙だな。やっぱちょっと鮮度が若干悪いね。悲しみ。悲しみ。しょうがないね。うん。こういう時もあるということですね。こういう時もある。よし、オッケー。はい、じゃあさばいていきまーす。お願いします。じゃあ3枚にね、おろしていきまーす。よいしょ。今回ちょっと一等おろしでいってみます。片側からもう全部いっちゃう感じで。でもちょっとあれだな、身が普通に本おろしにしよう、うん。結構骨がしっかりしてんな、やっぱこの大きさだと。よし、はい。いやー、なんかさ、ちょっとあれだね、血が回っちゃってんね。
確かに結構赤い。いやーなんか良くないなこいつ。なんか加工して食った方がいいかも。よし、はい、3枚おろせました。結構綺麗に、結構綺麗にね、お、うん、ろせましたね。塩水にちょっとつけとこう。よいしょ。あ、こっちの身は綺麗だな。やっぱなんか個体差だいぶあるな。マジでこういうのみんな買うとき注意しなきゃいかんな。どうしても食いたいからさ、割と妥協して買っちゃったんだよね。せめてね、やっぱね、締め跡ぐらいはないとダメだね。どっから締めたのかわかんないけど、こいつ。よいしょ、オッケー。はい、オッケー。こっちはまあいい感じだな。こっちは全然刺身で食ってもいけるかなって感じだけど。中骨取っちゃうか。中骨取って腹骨すいて。うわちょっと待って、うわ、ミスっちゃった、ミスっちゃったよ。で、ここに薄皮あるから、これ薄皮も引かなきゃいかん。オッケー。おー、綺麗。綺麗。こっちも背中骨を、中骨を取ります。けっ。で、薄皮があるんで薄皮を引きます。オッケー。うん、綺麗に引けました。よし、オッケー。うわ、完璧。こっちの身どうしよう。なんかソテーとかにする？バターソテーとかなら多分臭み気になんないから。うん、そうね、うん、これは薄皮そのままでいくか。はい、じゃあさばき終わりました。早い、ありがとうございます。さすがです。ちょっとでもね、思ったよりこう皮揚げの状態が良くなくてですね、それがちょっと残念だな。しょうがない。はい、じゃあですね、皮揚げの方がなんかいいので切ります。はい、そしたらよし、ちょっと一旦盛ります。刺身ステーキじゃあ、はい、ちょっとおしゃれな盛り方やります。おぉ、うわ、大根この上にね。しゃれてる。しゃれてるよね。こうやって、で、教授わさびちょっといただいてみますか。あ、はい、教授、ありがとうございます。ちょっとだけおってなる盛り方。ごめんなさい潰した。いったんもみじボール転がしていい？いいよ。はい、じゃあちょっとあのこう血が回ってるね、ちょっと刺身に使えない系のやつをちょっとマキシマム振ります。はい、雑に弱火。はい、バターちょっと多めに。はい、バター溶けてきたら皮面からパパパパーン。
マヨネーズ、胡椒、パセリ、うん、はい、ということで完成しました。カワハギオールスターズ、カワハギバターソテー、カワハギお刺身、あ、なんかもみじおろし合うっていうのちょっと噂で聞きまして入れました。カワハギとなんか稲田のあら汁、あら汁、食事いいっすね、いいっすね、いただきまーす、いただきまーす、じゃあいただきます。うわ、こっからこれから行くんだ、しみ、磯の香りがするぜ、しみようとしてる、いただきまーす、うまー、うん、アラチエラ、あーもういいや、え終わった、終わった、じゃあカワハギいただきます。どうなんだろうね、カワハギ肝醤油したかった ね、いただきます。うん、ビミ、ビミ、おー、それはビミだ、ビミでございます、うん、肝醤油しすみませんね、ちょっと、わーい、いただきます、もみじで食べたいね、うん、あ、うまい、うまいです、もみじおろし、うま、あ、うんうん、めっちゃうまい、うまい、うん、今日はこれポン酢でもいいかもね、あ、いいかも、あうんうんうん、やっぱ、まあ、うまい、皮ガニが結構淡白だから、うん、何その絡み合わせてもやっぱりね、うん、乗るから、うんうんうん、ちょっと状態悪いから大丈夫かなと思ったけど、うん、全然大丈夫だったね、うん、ありがとうございます、うまい、でも日本酒飲みたいがために買ってきたっていう、うん、ありがとうございます、ポン酢で、じゃあいただきますか、うわぁ、うわぁ、絶対うまいじゃん、それうまい、うわぁ、うまぁ、これやばいんじゃないか、わぁ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 、一応カワハギってフグの仲間らしいから、そう、どうなんだ、そう、うまいじゃん、バターソテー、あぁ確かに、うん、食べてない、バターソテー、じゃあいただきます、マヨちょっとつけた方がいい、です。うまいですやん。こんなんもううまいですやん。いただきます。こんなんうまいわ。うん。うん、すごい。あ。徐々に広がってくる。ああ。ま。ああ。まあ。うまいわーこれ。贅沢な食い方。カワハギ。全然臭くないね。ね、大丈夫だね、うん、大正解やこれ、うん、まあでも逆にちょっとさ血が回ってるぐらいじゃないとこういうのできないから、まあそうだね、逆にいい機会だったかもしれん、うん、確かに身の状態いいとね刺身にしたいくなるからね、うんうんうん、そう、じゃあ次はちょっと市場でちょっと状態のいい皮揚げを仕入れて肝醤油行きたいね、あー、いいですね、食べたことないよね、肝醤油食べてみたいに、あ、食べたことないんだ、みのり、それはちょっと、ね、なんか肝系をね、毛嫌いしてるんだけど、この間ホタテの肝が美味しかったから、肝じゃねえんだけど、あれでもそこら辺も食べれそうだなって、皮揚げはもう全然違う、内臓っていうか、生って感じ、なんかバターみたいな、バター、そう、バターみたいな感じで脂肪感、うん、俺らみたいなもん、脂肪がつきまくったのが、うん、カワハギの肝、だから今あの栄養めっちゃ蓄えてるから、今ゴンゴンに肝がもう、うん、脂肪だらけになってて、それで食べると美味しいよっていう、ゴンゴンだ、ゴンゴンです、ね、今なんでね、ちょっと次回ちょっとリベンジというか、うん、ね、またね、もっといい状態のいいやつ、はい、仕入れていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、お願いします、ということでカワハギを楽しむ動画でした、皆さんご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、バイバイ、バイバイ、 See you again、 again、 See you next time、 はい、 はい、 See you next time、 See you next time。